おい、こんにちは。こんにちは。いやー、やってまいりましたね。ここどこ？私の町です。私の町っていうとアイシティですね。アイシティ知ってる？あの井上さんの、うん、街はメロディーフェア聞いたことある聞いたことある聞いたことあるよね松本のね、うん、老舗百貨店そう、うん、あの山形だってよあ山形村山形村松本市じゃないまだ合併してなかったまだまだしてないまあ、あの井上は井上ぞとかついにね、はい、この真顔チャンネルで、はい、井上とコラボ、うん、井上ってあれだよあの松本でいう老舗百貨店、ね、何が夢だったかって、うん、井上とコラボするのが夢だマジでそうだからもう今日そのために今までやってたそうそのために今までやってた今これもう夢がもうこれゴールと言ってもゴール早っアイシティって毎週来てるからマジであ本当に、うん、もう土日といえばもうアイシティあ本当、うん、もう住むぐらいの勢いでもう住んでると言ってもたぶんマイシティみたいなマイシティうまいこと言ってねアイシティの愛は何なんですかあやっぱそうなんだ私の街ってことじゃないんだね上を見るとね結構いっぱい見られてちなみに今日何するんでしょうアイシティさんといえば、うん、物産展あいろんなやってる、うん、やってるよね、うん、あのあれでしょ九州そう九州うまいもん九州店とか北海道あ北海道店、うん、あれめちゃめちゃ俺行きたかったのよ本当、うん、北海道さってめっちゃ興味あるの本当今日は東北です、うん、え東北です、ね、東北東北東北何でしょう東北東北あんまパッとしないちょっとピンとこない東北行ったことないこれね、うん、四国の人間じゃないですか、うん、四国の人間あるあるとして、うん、四国の人間は東北にね行かない、うん、言い切っちゃっていいのそれ逆にほら東北の人は四国に行ったことないからねみんな本当に東北物産展なんですねはいまあちょっと、うん、今ちょっとよくイメージできないけど、うんまあ、しょうがないですねしょうがないって言わないじゃあちょっとマイシティのアイシティに行ってまいりますすごいねちなみに今日エスカレーターの日なんですよ今日エスカレーターの日って知ってました知らなかったです今日エスカレーターあ、そうなの全く関係ない来たことある見たことある見たことあるここ2階が来たことあるはい、やってまいりましたやってきちゃいましたあれ急にメンバー1人増えましたけど素敵な方が新しいメンバーからさっきからね、うん、一緒についててくれたアイシティの課長さんですよはい二の口さん二の口さん二のってね二の通称二のじゃあ二のあの東北さんで、はい、ちょっと案内アテンドしてもらっていいですかはい非常に詳しいスタッフがおりますお願いしますこんにちはあらダンディーな素敵なダンディーがダンディーいい東北の方もいい私は担当でございます、はい、出張で東北に行って美味しいものをたくさん食べてまいりましたそれなりにご案内それなりに、はい、早速行きましょうかはい、はい、おー、最初じゃあ宮川さんのおすすめだかなおすすめはこちらのラーメンですね出た北方ラーメンそれすらも北方あ丸屋さんこれは北方ラーメンでは有名なところなんですかそうですねもう行列のできるお店のご主人が今回わざわざ来ているわざわざお願いをしまして北方で行列ができるラーメンが松本で食べられるやばいところここに来ないと買えないここに来ないと買えない岩手のハンバーグかありますよよかったらお味見いかがですかたくさんだねお弁当にもでね大根おろしがポン酢で召し上がると美味しい岩手ハンバーグそうあつけてないはいどうぞはい柔らかいそうなんですあのねちっちゃい子からお年召した方までね美味しく召し上がっていただけるようにしてあるんですお魚嫌いな子でも食べやすくしてありますからイワシのつみれ団子で取ったダシ、はい、どうぞ
新鮮なイワシを使ってるんで臭みが少ないです。全然魚の臭みない。そうでしょう。仙台といえば醤油和牛。ミンチ。ミンチ。はい、ミンチです。何もかけずに食べるのが。何もかけずに。しっかり割り切る。肉汁すごい溢れてくんじゃん、これ。おいしい。食べたことないぞ、これ。ちょっと生地の違う。ビールと飲み食べた。絶対にすごいよね。ちょっと、ニノにビール持ってくる。かぶって、ガブっていきたい。何これ。これ、なんなんだてっこ焼きって何なんですか。卵を丸ごと使ったお好み焼きのようなものになります。お好み焼き。はい。そうなんだ。キャベツ、紅生姜、天かす、卵で炒めて使います。それが生えますね。ガーって言っちゃっていいんですか、これ。いくだけ食べてください。いただきます。なんか、これ卵なんですね、上丸々。はい、丸々卵です。あ、うまい。なんか、黒ニンニクのニラ餃子ですね。ニラ餃子。はいはい。こじゃん、これ。餃子なんですね、これ。そうそう。あ、めっちゃうまい。これだったら100個いけるわ。100個いける稲庭うどん。稲庭うどんってどこの秋田ですね。秋田か。おお、細麺なんだね、うどんにしては、うん、すごいっすね、のどごし。これが特徴ですね。これは機械でこうかけるんですけども、うん、稲庭うどんはどこかで手でかけてますから、うん、おいしいイワシビリございますよ。いかがでした？あ、甘い。みりんの。あ、そうです、そうです。そうです。酒の香り。はい。本当にちょっと入れていただけば。ご飯でね。そうです、そうです。柏屋さん。はい、柏屋さん。おまんじゅう屋さん。日本三大まんじゅうの一つらしい。日本三大まんじゅう？うん。日本三大饅頭、福島名物、柏屋の薄皮饅頭、柏屋の薄皮饅頭。こちらはこしあんになります。こしあん。はい。これなんか この色はなんか何ですか？黒糖。これは黒糖ですね。黒糖だ。ほのかに変わりますよね。そうですね。さあっと。なんかね、そうだね。ね。うんうん、美味しいですか、うん、ありがとうございます。これもめちゃくちゃ滑らかなあんこになってますね、うんうん、それを言いたかった、はい、すごい滑らか、はい、本当だね、うん、丁寧な感じ、粒がない、いや、こちらの粒甘さがすっごい上品、うん、あ、そうですか、ね、どうもありがとうございます。だったらね、うん、俺多分100個いけると思う。100、うん、最高何個食べたことある？最高ですか、はい、いやちょっとでもね、何個も食べれそうですよね。ですよね。まんじゅうのような綺麗なおからでね。これやっぱ一番よく弁当売れます。そうですね。お部屋さんで売れてます。有名な。これくらい有名とはちょっと。せっかくなら食べない、あーこれ見てこれすごいよ、はい、やーすごーい、あ、めっちゃいい香りする、もう鼻から食べたいぐらいいい鼻から食べれるよこれ、口から食べよう。うまこの何舌触り、舌だけに、ベロだけに、ベロだけに、牛のベロがね、うん、口の中でこうまとわりついてくる、ベロが俺のベロに絡みついてくる、絡みついてくるうまさ、そんな表現ある？あ、これめっちゃおかしい、あのよくある焼肉屋さんで俺が食べる、うん、牛タン、普通の牛タン、うん、薄っぺらい全然、うん、違う、厚みが違うもんね、厚みが違うもん、そうだ、もうしっかりしてるからご飯も美味しそうね。うーん。美味しい、何これ。初めて食べた感じ。ね、うん。ベロの味がさ、
で、あ、ちゃんとご飯と合う。これだったら、100ベロはいけると思う。そんな表現ある？すごい。出前来た。これが出た。痛かったラーメン。有名な喜多方ラーメンの丸屋さんの。めっちゃうまい。中太で平打ちなんだよね。鶏の旨味だよね。さっぱりしてるんだけど、すんごいコクがある。縮れ部分に全部スープが絡んでくる。うまい。肉厚。あっしゅう。うまいわ。ほっとするね。マジで美味しい。マジうまいよ。何これ。あ、スープも美味しい。どんだけなんだ。枝豆。枝豆。枝豆。はすりつぶしてですね。仙台の麺。仙台の麺。伊達政宗のから食べた。伊達政宗もじゃあ食べた餅どうそうドンドン積んだすごいいっぱいシリ何この鮮やかな綺麗だよこの色何わさびじゃないのかわさびであってほしいね絵的にはどっか一角はわさびじゃないのかすごいねあんがあーすごいこんなでかいの一個おい、いや食べたね美味しかったすごい食べた、美味しいもんばっかり本当にでしょ、うん、言ったじゃん、だから東北は美味しいもの宝庫だ宝庫なんていつまで、来週火曜日までやってますはい、来週火曜日まで、はい、美味しいものたくさんご用意しますのでぜひお願いくださいお願いくださいはい、じゃあということでね、はい、今日は松本にある東北かな山形村山形県ではない山形長野